JR 東北本線は東福島と伊達の間で橋脚に損傷が見つかり、昨日から福島と藤田の間で運転が見合わされてきました。復旧作業が行われ、福島を午後0時39分に出発する下りの列車から運転が再開されます。郡山と仙台を結ぶ臨時快速列車も運転されます。